アルフレッド・ォーレンスタインはアメリカ合衆国のユダヤ人の指揮者。シカゴの生まれ。生まれて間もなくロサンゼルスに移住し、8歳の頃からロサンゼルスでチェロをファーディ・グロフェの母親から習い、ドイツでユリウス・クレンゲルにも支持している。いくつかの劇場やオーケストラで演奏した後、17歳でサンフランシスコ交響楽団のチェロ奏者となった。 1919年には、ロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団のチェロ奏者へと転出したが、この頃には、アンナ・パブロバの北米公演の際にメンバーとして加わっている。1922年から、シカゴ公共楽団のチェロ奏者を務め、1929年から1936年までは、トスカニーに率いるニューヨークフィルハーモニックのチェロ奏者として在籍していた。 1931年にニューヨークの放送番組で初めて指揮をし、1933年には某放送局のためにウォーレンスタイン・シンフォニエッタを結成して本格的な指揮活動を展開し、1935年からは某放送局の音楽監督を務めている。1943年には古巣のロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団に 音楽監督として帰り咲き、1956年まで、その任に当たった。1968年には、ジュリアード音楽学校の教授に就任し、亡くなるまで勤め上げた。ニューヨークで死去。なお、アルフレッドは、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインの子孫であった。RCA ・ビクターに、ヤッシャ・ハイ・ヘッツや、アルトゥール・ルービンシュタインなどの伴奏指揮者として、多くの録音を残している。 またドイツグラモフォンには、ピエール・フルニエとエルガーの、チェロ競争曲、プロッホの、シェロモ、を、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮して、録音している。競争曲以外の管弦楽作品の録音は、主に米オーディオフィデリティレコーズに、録音のため特別に編成された、ビルト・オーソ・シンフォニー・オブ・ロンドンを指揮して残している。録音された曲目は、ブラームスの、公共曲第4番。 チャイコフスキーの公共曲第6番悲壮、クルミ割人形組曲、幻想序曲、ロメオとジュリエット、ベルリオーズの幻想公共曲、ラベルのボレロ、ムソルグスキーの展覧会の絵、ビゼーのカルメン組曲、公共曲第1番、小奏曲、子供の遊びである。また、ロサンジェルスフィルハーモニー還元楽団とは、生前進行があったラフマニノフの 公共曲第2番をキャピトルに、ドフォナーニの組曲や、エネスクのルーマニア教師曲第1番、スメタナのモルダウ、チャイコフスキーのアルツ州、シューベルトの公共曲第4番、同第5番をデッカに残している。このコンビは他に、JS バッハのブランデンブルク競争曲第2番、同第3番やブラームスの公共曲第2番なども他のレーベルに残している。 ソロのチェリストとしてのウォーレンスタインの録音は、1932年に、ビーチャム式ロンドンフィルハーモニー管弦楽団と、共演したアール・シュトラウスの公共詩、ドン・キホーテが HMV に残されている。またその本に、トーメの、飾らね告白とピエルネの、セレナード、マスネの、エレジーなどを妻のバージニア・ウィルソンと録音している。ありがとうございます。